ぬらりひょん、勝久子は、日本の妖怪。一般に、ひょうたんなまずのように捕まえどころがない化け物であると、される。江戸時代に描かれた、妖怪絵巻などに、その姿が多く確認できるが、詳細は不明である。民間の伝承には、百鬼夜行の一員、秋田県、海坊主の一種、岡山県にその名称が確認されるが、描かれている、妖怪画の、ぬらりひょんとの前後の関係性は明らかではない。妖怪の総大将であるとされるが、後代における、五伝、俗説とされている。現代ではその俗説が、共通認識として定着化しており、大多数の人に、妖怪の総大将は、ぬらりひょんとして広く認されている。江戸時代の国語辞典、理源集欄には、古方眼元進化物画とのみ解説されている。また、紀有章欄に惹かれている古方眼元信が描いた、化け物に描かれていたとされる妖怪の中にも、ぬりひょんの名称が確認でき、百回図鑑、1737年。沢木耕史、百鬼夜行絵巻、1832年、小田剛と、松井文庫所蔵など多くの絵巻物にその姿が描かれている。特徴的な形状をしたハゲ頭の老人で、着物もしくは袈裟を着た姿で描かれている。解説文が一切ないために、どのような妖怪を意図して描かれたかは不明である。江戸時代に出版された浮世草子の一つ、好色拝読散には、その形ぬらりひょんとして、例えばなまずに目口もないようなもの、あれこそ、嘘のせいなれという妖霊が見られ、のっぺらぼうのような形容詞としても使われていたことが知られる。鳥山石燕は、ガト百鬼夜行で、籠から降りる、姿のぬらりひょんを描いている。絵巻物と同様に解説文などがないため、詳しいことが伝えられていないが、乗り物から降りることを、ぬらりんと言ったことから、ぬらりひょんの名とかけた描写ではないかと考えられている。また、幽霊通いの放蕩者として描いたとする説もある。京極夏彦、多田克己などは、ぬらりは、滑らかな様子、ひよんは奇妙なものや思いがけない様子を意味し、ぬらりくらりとつかみどころのない妖怪であるところから、ぬらりひょんという称が付けられたのではないかとしている。また、ガト百鬼夜行では、名称の表記が、ぬりひよん、となっているが、文献や絵巻物での洗礼などからこれは単純な古希であると考えられている。その姿から老人を妖怪と間違えた結果生まれたなどの説もある。日向川林木によると、岡山県の伝承では、ぬらりひょんは海坊主に類するものとされ、瀬戸内海に浮かぶ人の頭ほどの大きさの球状の妖怪で、捕まえようとすると沈んだり浮かんだりを繰り返して、人から、こうという。ぬらりと手をすり抜け、ひよんと言ってくることを繰り返すためこの名称が付されたとされている。現実には、カツオのエボシやタコクラゲのような大型クラゲやタコを妖怪視したものでないかと考えられ、前日の老人の姿をしたぬらりひょんとは別物であると考えられる。江戸時代の旅行家、菅江真澄による、菅江真澄遊覧記中の雪の出はろ。1814年には、という文章が見られる。同書で、西の御坂、西の上坂、同祖の御坂は、出羽国雄勝郡稲庭郷、沢口村にあると記されている、現在の秋田県湯沢市稲庭町。昭和、平成以降の妖怪関連の文献や児童向けの妖怪図鑑で、ぬらりひょんは、家の者が忙しくしている夕方時などに、どこからともなく、家に入り、茶やタバコを飲んだり、自分の家のように振る舞う。家の者が目撃しても、この人はこの家の主だと思ってしまうため、追い出すことはできない、または、その存在に気づかないと解説されている。また、妖怪の総大将であると解説されることも多い。ただし、このような特徴が民間で伝承されていたという、実例や資料は確認されておらず、家に入ってくるという解説は、藤沢森彦、妖怪画談全集日本編上において、鳥山石燕のぬらりひょんの図版下に付けられたというキャプションを参考として、後年発生したものであり、鳥山石燕の絵から推測された創作であると、妖怪研究家の村上健二や多田克己は指摘している。妖怪の総大将との説についても、藤沢による、ぬらりひよんと訪問する怪物の親玉という箇所から、拡大解釈されていったに過ぎない、と、村上や多田により指摘されている。また、和歌山県に、ぬらりひょんが現れたとされる話が解説として、掲載されているものもあるが、これは、山田則夫の著書、お化け文庫にぬらりひょんに収録されている、ぬらりひょんという話が原話であり、創作によるものであろうと指摘されている。昭和後期、藤沢のキャプションからの解釈を元とした、家に入ってくるあるいは、妖怪の総大将であるという解説が、水木しげるや佐藤雄文の妖怪図鑑などを通じて、一人歩きしたこと、テレビアニメ版、ゲゲゲの鬼太郎の第3作、1985年放送開始に、主人公、鬼太郎を宿敵とみなす敵役として登場し、総大将と作中で自称したことなどが、総合的に総大将としてのイメージ有名なものとしたことが、要因になったと見られている。以上のような特徴について、国文学者、志村有弘は、伝承が本来の意味から、隔たり人為的に歪曲されつつあると述べている。一方、京極夏彦は、現在その形で妖怪として機能しているので、問題はな、妖怪を生きた文化として捉えれば、時代に合わせて変化することは構わないといった意見を述べている。京極夏彦は、ゲゲゲの鬼太郎のテレビアニメ版第4作の101話にゲスト参加して脚本を書いているが、この中でぬらりひょんを本来の姿はタコの妖怪としている。地獄先生ぬからべでは落ちぶれた客人神として描かれている。昭和平成にかけて妖怪の総大将として人々に認知され始めたので比較的に新しい妖怪像ではあるが、昭和平成時代の現代生活の過程で伝承され認知されたという観点から見る民族学的視点で見ば紛れもなく現代人の共通認識として妖怪の総大将と広く認知され定着化している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。